楓さん久しぶり。かわいいかわいいめいこちゃんからの連絡だよ。りんちゃん久しぶりだね。どうしたの？実は楓さんに頼みたいことがあってね。まあ時間大丈夫？大丈夫だけど、私に頼みたいことってなんだろう。お兄ちゃんと喧嘩でもしたの？喧嘩はまだしてないかな。でも多分このことを知ったらめちゃくちゃ怒られると思う。一体何をしたのよ。言っておくけど、いくら可愛いめいでもお小遣いはあげないよ。そんなんじゃないよ。むしろあげるのは私の方だから。え？どういうこと？実はね、私子供ができたの。え？子供？うん、今妊娠9ヶ月なの。待って待って待って、りんちゃんは確かまだ高校生だよね。ピッチピチの JK だよ。今年で高2。高校2年生で妊娠って何してるのよ。しかも妊娠9ヶ月ってことは中絶もできない時期だよね。親に打ち明けるか悩んでたらあっという間にここまで来ちゃった。来ちゃったじゃないでしょ。悩む暇なんてないよ。こういうことは即親に相談。もう手遅れだけど、とりあえずお兄ちゃんたちに報告するよ。やだ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 、そんなことしたら絶対怒られるじゃん。そうだろうけど、言わないよりはマシ。私も話し合いに同席してあげるから、教授に報告だよ。ちょっと勝手に決めないで。親バレは嫌だって言ってるでしょ。そんなわがまま言ってる場合じゃないでしょ。何のためにこうしておばの楓さんに話してると思ってんのよ。私だってそんなにちゃんと考えた上で連絡したんだからな。私がこれから産む子供は楓さんが引き取るんだよ。は？私がりんちゃんの子供を引き取るの？そしたら親にもバレないし、楓さんは念願の子供ができるよ。いいんだよね。は？高校生でもある程度わかってるんだよ。楓さんみたいなおばさんの独身って生き遅れババアで、もしゃって言うんでしょ。子供を産みたくなくてもめない惨めな人生なんだってね。こらりん、そんな言葉一体どこで覚えたのよ。ネット、母女になったら人生は終わりって聞いたよ。だから私がお腹の子供で楓さんを助けてあげるね。は？今の人生じゃ楓さんが子供を産むなんて一生無理でしょ。だから私の赤ちゃんを楓さんにあげる。よかったね、これで母女を脱出だよ。余計なお世話よ。私は子供なんていらないし、結婚も興味ないの。勝手に惨め認定しないでちょうだい。そうやって否定しても無駄だよ。お母さんもいつも言ってたもんね、兄は楓おばさんみたいになっちゃダメだよって。え、兄読みのゆずさんが？小さい頃から教えられてたもんね。女の子は結婚して子供を産むのが一番の幸せだよって。楓さんみたいな人生は負け組だから絶対になるなって。負け組ですって？いつも仕事人間の私のことを褒めていたのに、ゆずさん裏でそんなことを思っていたなんて。あんな見やすい統制時真に受けてたの？さすが魔女、ピュアピュア純粋。魔女をおだてると扱いやすいってお母さん言ってたよ。おだてると。てなわけで私のお腹の子供をよろしくね。あと出産までのサポートも。なんですって？さすがにお腹が大きくなりすぎてもうごまかせないんだよね。ちょうど今夏休みだし、楓さん家に泊まっていい？勉強合宿ってことでさ。そんなのお断りに決まってるでしょ。これ以上私を巻き込まないでよ。何よその言い方は。せっかくお腹の子供をあんたにあげるって言ってるのよ。少しは協力してよ。こっちは欲しいなんて一言も言ってないのよ。お兄ちゃんに相談できないならまずはゆずさんに打ち明けましょう。あんたたち似た者同士みたいだし、きっと分かってくれるわよ。ダメ、お母さんにも秘密なの。お母さん私のことめちゃくちゃ溺愛してるからさ、もし妊娠したなんてしたら倒れちゃうよ。そうだった、ゆうさん見事な親バカだったんだ。それじゃあお腹の子供の父親は？向こうのご両親にはまず相談してみましょう。それもダメ、っていうかできない。お腹の子供の父親なんてわからないもん。え？友達とだいぶ前にライブ行ったんだよね。その時に知り合った人だと思うんだけど、連絡先も知らないんだ。高校生で何やってんのよ。だって友達で経験してないの私だけだったんだもん。早く卒業したかったの。父親がわからないならもう親に頼るしかないじゃない。あんたが言わないなら私からお兄ちゃんに言っちゃうからね。はぁ、裏切りとかひどいんだけど。裏切ってもないし、味方になったことも一度もないからね。うるさいうるさい、魔女のババアのくせになんで私の言うこと聞かないの？一人身の寂しい人生に可愛い赤ちゃんあげるって言ってるの。つれこべ言わずに生まれたらおばのあんたが一人なさい。ほんと、カエルの子はカエルだね。その言
あんたの母親をまるっきり同じこと言ってたわ。え？あんたがお腹にまだいる時に私のところに押しかけてきて、独り身で寂しいだろうから赤ちゃんを譲ってあげるわって、つべこべ言わずに、引き取れって同じこと言うあたりがさすが親子ね。ちょっと待って、お母さんは私のこと産みたくなかったの？ええ、それもひどいもんよ。断ってもしつこくて、毎日家に押しかけてきたんだから。そんなに、お母さんはそんなに私のこと産みたくなかったの？私ってお母さんに望まれてなかったってこと？そんなのひどいよ。何言ってるのよ。あなたもお腹の子供に同じことをしようとしてるじゃない。あんたにひどいなんて言う資格はないんだよ。もしが私に説教なんてしないでよ。同じことしてるんだし、きっとゆうさんはあんたの味方をしてくれるよ。正直に見ず知らずの男の子供を妊娠したって打ち明けなさい。そんなのわからないじゃん。それでお母さんも出産に反対したら責任取ってくれるわけ？取るわけないチンゲ。はぁ？それじゃね、私からはまだお兄ちゃんたちに報告しないでおくよ。だから絶対に自分の口で打ち明けるのよ。楓さん、私お母さんに全部打ち明けたよ。おう、偉いじゃん。どう？やっぱりお母さんは味方になってくれたでしょ？うん、私の味方になってくれたよ。サポートするから安心して産みなさいって言ってくれたの。やったじゃない。それじゃあもうお兄ちゃんにも伝えたの？まだお母さんにだけ。お母さんと話し合ってね。お父さんには一生秘密にすることにしたんだよね。そうなの？お母さんのサポートを受けて出産したら、予定通り楓さんに子供をあげることに決まったの。そういうわけだからやっぱり協力よろしくね。あ？なんでそうなるわけ？ちゃんとお母さんに全部打ち明けたんだよね。うん。そしたらお母さんもおばさんに引き取らせるのが一番いいって。あ？どうせ人気味だから問題ないって言ってたよ。お母さんも私と同じ考えで本当に助かった。いやいや、こっちは助かってないからね。むしろ昨日より絶望したよ。まさかゆずさんも同じことを言い出すなんて。お母さんからの伝言だよ。家族なんだから助けて当然。義務として兄夫婦の娘を助けるのは当たり前だってさ。は？ふざけんじゃないわよ。なんで私が姪っ子の子供を引き取らないといけないの？育てられないなら自分たちで引き取ってくれる施設を探しなさいよ。これから生まれてくる赤ちゃんにひどい。施設に行けって言うなんてさすが無茶だね。はぁ？計画性もなしに妊娠してるあんたらの方が赤ちゃんにとってはひどい存在よ。赤ちゃんを産むことよりもできない独身ババアよりはマシですけど。女らしいこともできないくせに私説教なんてしないでよね。なんですって？それじゃあ子供が生まれたら一人よろしくね。可愛いメイクは困ってるんだから、おばとして助けるのが当然だよ。おばではないので助けません。え？何が可愛いメイクだよ。お兄ちゃんの子供でもないあんたなんて助ける義理もないっつーの。赤の他人の JK が産んだ子供なんて絶対に引き取らないからね。楓さん、お兄ちゃんの子供じゃないってどういうこと？私にとってお父さんの妹の楓さんはおばさんでしょ？つながりで言うとね。でも私たち血がつながってないんだもの。ってことは他人で間違いないわよね。ちゃんと説明してよ。なんで血のつながりがないのよ。私はお父さんの子供なんだよ。おばとめいは血がつながっていて当然なんだよ。でもあんた、よその男との子供だし。え？あんたのお母さん、ゆずさんは、お兄ちゃんではない男性との間にできた子供を妊娠したの。つまりお兄ちゃんと血はつながっていないし、私とも血がつながっているわけないよね。待って。よその男って嘘でしょ？私お父さんの子供じゃないの？ゆずさんがあんたを産んだ後にね、知らない男性が押しかけてきたんだよね。僕の子供の居場所を知りませんかって。え？そこでいろいろ教えてもらったの。あんたはその男性とユダさんとの子供だって。もし信用できないならって、DNA 検査用にいくつか髪の毛をもらったんだよね。後日こっそり検査したら見事一致してたわよ。え？それじゃあ本当に私はお父さんの子供じゃないっていうの？母親も見ず知らずの男の子供を妊娠するし、その娘も見ず知らずの男の子供を妊娠するし。いや、ほんと。あんたたちは濃くつながった親子だわ。あのさ、これってお父さんも知ってるの？私と血が繋がってないこと。お兄ちゃんは何も知らないし、ゆずさんも私が企んを知ってることに気づいてないでしょうね。面倒だからりんちゃんから二人に伝えといてくれる？言えるわけないでしょ、こんなこと。ああ、妊娠を告白することよりは簡単だと思うんだけどな。深刻さは段違いよ。
じゃあお母さんのゆずさんにだけでもいいよ。私が全部知ってるって伝えておいて。明日の朝までに伝えてなかったら、私からお兄ちゃんに全て伝えるからね。結局おじけづいて何も言えなかったりんちゃんの代わりに、私がお兄ちゃんとゆずさんに全て打ち明けることにしました。当然兄夫婦は大修羅場となり、即刻別居に。りんちゃんがお腹の子供を出産したその日に、兄夫婦は離婚することになりました。お兄ちゃんは定期的にりんちゃんと生まれた子供の様子を見に行っているようですが、一切の援助もしないし復縁することもないと言い切っていました。アレナさん、朝早くからすみません。ショートが今どこにいるかご存知ですか？あら、彼女のメイちゃんじゃない。今日結婚式なのに待ち合わせ場所に来なくて、このままじゃ遅刻なんです。落ち着いてメイちゃん、ショートなら私と実家にいるわ。それと結婚式はすでに中止になっているから安心して。え、中止？どういうことですか？私が中止にさせたのよ。姉として弟の結婚がどうしてもお祝いできないからね。翔太も私の説得に応じてくれたわ。翔太も？なんで？私と結婚するって、お腹の子供も幸せにするって。それが一番許せないのよね、私。え？私の大好きな弟が、出来婚なんてありえないもの。勝手に妊娠した女なんて信用できないし。何を言ってるんですか？妊娠は勝手にできません。お腹の子供は二人の子供ですよ。どうだかね。本当に弟の子供かどうかも怪しいわ。はい？あなたって確か25歳だっけ？そうですけど、それが何か？そのくらいの時期って、一回目の結婚らしきだよね。いるよね、周りの友達の結婚に焦って強引に結婚しようとする女。私がそういう女だと言いたいんですか？そういう女でしょ？弟の翔太は顔も整ってるし、仕事も大手だし、友達自慢できる男だよね。確かに結婚と妊娠の順序は間違えましたが、そんなつもりはありません。翔太だって責任を取って結婚するって言ってくれたのに。責任取るって無理やり言わせたんでしょうが、勝手に妊娠して結婚を迫りやがって。はぁ？悪いけどあんたは弟と結婚できないわ。翔太には私が認めた女性としか結婚してほしくないの。だからって式当日にドタキャンしなくてもいいじゃないですか。こんなのひどすぎます。仕方ないでしょ、翔太が急にもう一人妊娠させたって言うんだもの。え、もう一人？私が前に紹介した女の子はいるんだけどね。翔太ったらちゃっかり手を出してたみたいでさ、昨夜急に妊娠させたって言い出して。ちょっと待ってください。紹介した女の子って何ですか？どういうことですか？翔太には私が認めた女の子を定期的に紹介してあげてるの。頭のいいことか、大手企業に勤めてることか。はぁ？今この人さらりとなんつった？それで3ヶ月くらい前に私の会社社長の娘さんを紹介したんだよね。私の会社、職場の社長の娘さんに彼女のいる弟を紹介したんですか？どんだけ強メンタルなんですか？紹介するだけならただじゃない？それに二人が付き合ったらあんたを捨てればいいだけだし。え？でもご令嬢のタイプじゃなかったみたいでダメだったのよね。なのに実は私が知らないところで遊んでたらしいのよ。それでその時にどうやら妊娠しちゃったみたいだね。もう何もかもがカオすぎてわからない。あんたは弟と結婚できないことと、弟が社長令嬢と結婚することだけわかってればいいのよ。これで私は社長令嬢の義理の姉、出世街道に飛び乗り。そんなの急に言われても受け入れられませんよ。あんたは受け入れるしかないのよ。それに妊娠させたってことはつまり出来婚ですよね。私はダメで社長令嬢はいいんですか？思いっきり矛盾してますけど。社長令嬢は特別 OK に決まってるでしょうが、あんたみたいな平凡女と一緒にすんな。はぁ？出会って3ヶ月で子供もできて結婚、いいスピード感じゃない？きっとこれは運命の出会いってやつだったのよ。私は翔太さんと5年も付き合ってたんですけどね。5年も付き合ってプロポーズしてくれないからって勝手に妊娠して結婚を迫るのはどうかと思うな。だからそんなことしてませんってば。私の話を聞いてください。っていうか翔太と一度会わせてください。ダメ、絶対に会わせないわ。あんたたちは今ここで破局したのよ。妊娠させておいてこれで破局？そんなのひどすぎます。勝手に妊娠して弟に結婚を迫ったあんたの方がひどいわよ、このアバズレ女が。はぁ？いい？もう
二度と弟の翔太に連絡してこないでちょうだい。今の弟には社長令嬢っていう強いバックがいるんだからね。二人の結婚なんて邪魔したら容赦しないわよ。あんたは惨めに未婚の母でもやってなさい。ここまで言われたらもう二度と連絡なんてしませんよ。どうぞよその男の子供を妊娠したご令嬢とお幸せにね。結婚相手のご令嬢はいつも別の男と産婦人科に来ていましたから。え、さすが春菜さんのお眼鏡にかなった女性ですよ。タクラン相手に絶対に逆らえない父親の会社の社員家族を選ぶんですから。え、血もつながっていない弟夫婦の子供をどうぞ可愛がってあげてくださいね。それでは失礼します。ちょっと待ちなさいよ。え、タクラン何言ってるのよ。翔太はご令嬢に二人の子供だって言われたって。私母親学級で彼女のことよく見かけますよ。え、翔太が来てくれないので私はいつも一人でしたけど、彼女は毎回彼氏さんと来ていました。とっても有名な二人なのでよく覚えています。え、だって堂々と企んのことを宣言してるんですもん。初回の挨拶なんて、育ての父親はこれから探しますので本当の父親と来ましたって笑顔で言ってましたから。嘘でしょ、本当にその子が社長のご令嬢なの？だって社長もそんなこと言ってなかったわ。その子聞いてもないのにベラベラ自分のこと話すんですよね。ニートの彼氏を反対されてるから親には別れたことにしてるとか、父親のコネを使って育ての父親はすぐに見つけるとか。だから弟の翔太と会ったっていうの？道義でおかしいと思ったのよ。社長に娘さんと同年代の弟がいるって言っただけであっという間に会うことになったし、うまくいきすぎてて変だと思ったのよ。同年代の男で、しかも父親の会社社員の家族、絶好の企み相手ですね。翔太も一回しかお酒飲んでないって言うし、これってやっぱり企んだったってことかしら。気になるならご令嬢か社長に直接聞いたらどうですか。うちの大事な弟を騙していませんかって。そんなの聞けるわけないでしょうが。とんでもなく失礼な質問よそれ。じゃあ私の言葉を忘れて結婚するしかないですね。どうぞお幸せに。お忘れるってこんな重大なことを。あ、そうそう、私の子供への養育費ってどうなりますか。翔太に請求したいんですけど連絡取っちゃダメなんですよね。今はそれどころじゃないわ。勝手に妊娠したんだから勝手に育てなさいよ。結婚式も当日ドタキャンの上に父親の責任も果たしてくれないんですね。あんたのお腹の子供なんてどうでもいいのよ。問題は弟のこれからなんだから。ご令嬢と結婚してほしいけど大事な弟がたくらん、どうすればいいのよ。私からしたらそっちの方がどうでもいいですけどね。なんですって。そうよ、私気づいたわ。たくらんなんていっそどうでもよくしちゃえばいいのよ。は？最初はたくらんの偽装結婚でも結婚は結婚よ。夫婦として暮らしているうちに本当の二人の子供がきっとできるわ。え？とにかく私は弟の翔太とご令嬢に結婚してほしいだけ。結婚さえしておけば子供なんて後からどうにもなるわよ。発想の転換にドン引きですわ。どこまでがめつい人なんですか？うるさい、もう翔太と関係ないあんたを黙ってて。大事な弟が社長の娘さんと結婚できれば私はそれでいいの。そして私は社長令嬢の技師として出世街道まっしぐらなんだから。連絡コースまっしぐらね。は？うまい話には枝があるってさっき思ったばかりですよね。そんなトントン拍子に行くとでも。行くに決まってるじゃない。ご令嬢は企んしたい、私たちは企んを受け入れ結婚したい、完璧な利害の一致よ。邪魔なのはあんたの存在だけ。今すぐ消えてちょうだい。そうですか、では本当にそうなるといいですね。それでは失礼します。てめえ、おいこらこの野郎、どうしてくれるのよ。あんたのせいで会社をクビになったじゃない。せっかく消えてあげたんですから連絡してくるのやめてください。連絡しないわけにいかないでしょうが。あんたが社長に告げ口したせいで私は会社をクビになったのよ。告げ口なんてしていません。私は養育費を請求しただけですよ。父親である翔太とも姉の春菜さんとも連絡がつかないから。なんでそこで社長に請求するのよ。おかしいでしょうが。一応は義理の父親になる人ですから、義理の息子のために一肌脱いでくれるかもしれないじゃないですか。社長ってことはお金もあって一番払ってくれそうだし。あんたのせいで私は社長直々に呼び出されたのよ。よその女との間に子供がいるってどういうことだ。なんでそんな悪い男をうちの娘に紹介したんだって。大説教を受けた後にその場で首を言い渡されたんだからね。こっちは無事に養育費を一括でゲットできました。
その代わりに金輪際絡んでくれるなって念書も書かされましたけど、ひー、あんただけ金をゲットしたっていうのね。弟の翔太は金を巻き上げられそうだっていうのに。え、あの社長連中が裏切ったのよ。弟に託乱させるつもり満々だったくせに、愛する彼氏との子供ができたけど翔太に引き裂かれたのって言い出しやがったのよ、あの小娘。さすが春菜さんが認めた女性ですね。自分一人だけ悲劇のヒロインぶりやがって。社長は愛する娘に続婚で、私たちの話も聞いてくれないし、そのせいで次は慰謝料請求されそうなのよ。娘の心を傷つけたからって。それは大変ですね。私には関係ないけど。なんで私たちがあの嘘つき女に金を払うのよ。そっくりそのまま言えばいいじゃないですか。もうクビになったんだし、堂々と言いましょうよ。言ってもダメだったからブチギレてるんでしょうが、一度お腹の子供の父親だって言って結婚しようとしたのよ。今更あれは違うんですって言っても誰も信じてくれなかったの。みんなご令嬢のことしか信じないよ。私たちが悪者になってるの。ああ、自分たちの自業自得じゃないですか。違うわ、あんたがバラしたのが悪いのよ。社長に養育費もらったんでしょ。その金で翔太が請求された慰謝料払いなさいよ。私、翔太さんと連絡取るなって春菜さんに言われてるので。え、連絡も取れないし、二度と会うつもりもありません。未婚の母として生きていくので、あなたたちとは無関係です。何言ってるのよ。お腹の子供は翔太の子供なんでしょ。無関係とは言わせないわよ。あれ、お腹の子供は弟の子供だと認めてくれるんですか。なら社長からいただいた養育費を返して再度翔太に請求してもいいんですね。え、どうせ払うつもりもないんでしょうし、もう関わらないでください。それでは失礼します。いつの間にか翔太は無理やりご令嬢に結婚を迫ったストーカー男として噂が広まり、ご令嬢に慰謝料を支払うことになりました。それを姉ちゃんの言う通りにしただけだからと支払いを押し付け、会社をクビになり、余裕を失った春菜さんと家に穴が開くほどの兄弟喧嘩を繰り広げているそうです。ちなみにご令嬢は結婚にビビった本当の父親に逃げられてシングルマザーになっていました。西塚さん、お疲れ様です。少し確認があるのですが、今大丈夫ですか。お疲れ様。今ちょうど取引先から帰るところよ。どうかしたの。実は私のデスクに置いてあった企画書が見当たらないんです。他の方が西塚さんが読んでいたと言ってたもので、どこにあるかご存知ないでしょうか。ああ、あの企画書ね。それなら私が今持ってるわ。え、あかりちゃんにしてはなかなかの出来だったからね。クライアントに提案の相談をしてきたのよ。そうだったんですね。わざわざありがとうございます。それでクライアントの反応はどうでしたか。かなり好評だったわ。さすが西塚さんねって、先方も大満足の結果だったし、この企画このまま私の名前で進めておくわね。え、あの西塚さん、その企画発案者は私だって書類に書かれていますよね。何言ってるのよ。そんなもの全部私の名前に書き換えたに決まってるじゃない。え、書き換えた。おかげで私の評価も上がったわ。このままこの企画が当たればボーナスアップ確定ね。ちょっと待ってくださいよ。企画案の名前を書き換えたって、それって私の企画をパクったってことじゃないですか。それがどうしたっていうの。え、パクられたくないならちゃんとデスクの中にしまっておきなさい。あんなに無造作に書類が置かれていちゃう。どうぞ皆さん企画書パクってくださいって言ってるようなものよ。それじゃあ私からクライアントに説明し直します。その企画は西塚さんじゃなくて私発案だって。いらっしゃいの部下が騒いだところで覆るわけないでしょ。そんなことしても時間の無駄。あんたは根も葉もないでっち上げをしたってことで社内処分を受けるかも。そんな、じゃあこのまま目をつぶれって言うんですか。私は上司であんたは部下、社内の肩書きで事実なんてどうとでもなるのよね。私があんたの企画を横取りしようがお咎めなしだから。ひどいですよこんなの。まあまあそんなに落ち込まないで、今回のお礼にあんたにも部下をつけてあげるからさ。え、悔しかったらあんたも部下から仕事を横取りしてみなよ。あんたには新人くんあげるわ。パクれる企画を作れるくらいに教育してあげるのよ。そんなことしませんよ。っていうか都合よく新人教育を私にぶん投げてるだけじゃないですか。新人教育も西塚さんの仕事ですよね。企画書横取りのお礼にあんたには私の仕事を横取りさせようかと思って、
これでお互い様よね。面倒な仕事を私に押し付けてるだけじゃないですか。それじゃあよろしくね。私はしばらくこの企画に専念するから。西塚さん、また私の机から企画書を盗みましたね。いい加減にしてください。何のことかしら。デスクの引き出しには付箋を貼り付けてあるんです。誰かが勝手に開けたら付箋が落ちて丸わかりなんですよ。え？いつもは二重底の下に隠していたのに、急いでてつい普通にしまった数時間前の自分が憎いです。あなた新手のキラなの？勝手に部下のデスクを漁るような人、西塚さんしかありえませんからね。さっさと企画書を返してください。ふっ、そんなこと言われてももう遅いわよ。あの企画書はもう上層部に提出してきたの。え、提出ですか？今日は社内の企画会議だったのよ。でも私、クライアントとの仕事で忙しくて全然考えていなくて。こうなったら部下の奪うしかなくない？なくないですよ。自分が怒られたくないからって部下の仕事を奪わないでください。何よ、もうすでに横取りされてるんだから一回も二回も変わらないじゃない。そもそも一回目すら許したわけじゃないですからね。どうせ今回も勝手に静香さんの名前に書き換えて提出したんでしょうね。ごめんと、おかげで社長から名指しで褒められちゃったわ。とてもいい企画で早急にプロジェクト化して進めたいって。そうやってまた西塚さんだけの手柄に次の社内会議出そうと丁寧に企画を練っていたのに。ぷぷぷ、残念でした。ぬるまのあんたがチンタラしてるうちに重視ある私の手柄にちゃったもんね。これで明日の会社パーティーでの社長賞は私のもんよ。明日のパーティー、あんた忘れてたの？明日は会社の創立100周年パーティーでしょうが、社員は全員出席必須よ。ああ、押し付けられた仕事の数々ですっかり忘れていましたよ。確かにそんなものありましたね。毎年パーティーでボーナスとは別に社長賞の発表があるの。選ばれたら金一封。この間の横取り企画も大成功だったし、きっと私が選ばれるわ。本当なら私がもらえるはずだったんですけどね。へへー。今年は私が受賞間違いなしよ。しかも噂だと、絶対に翌年は昇進することが決まってるらしいわ。部下の企画を横取りして私が出世街道の波に乗り出すのよ。明日の会社パーティーは社長賞ゲットで昇進よ。出世どころか降格街道の間違いですよ。とんでもないことをしてかしてくれましたね。え？明日の創立パーティーが楽しみですよ。ぜひ社長から名指しで呼ばれるといいですね。ちょっと降格街道の間違いってどういうことよ。私は社長賞をもらって昇進するのよ。降格なんてその真逆じゃない。まあまあ落ち着いてくださいよ。どういうことかは明日になればわかるんですから。私も早退します。明日は有給取って社内パーティーだけ出ますから。それではお疲れ様でした。一体はどういうことなのよ。あんたが言ってた降格ってこういうことだったのね。今年限定の特別社長賞おめでとうございます。慰謝料請求書の入った金一封と降格処分通知書、全社員の前での降格処分は圧巻でしたね。何がおめでとうございますよ。降格処分よ、降格処分。この私がいらっしゃいに逆戻り、しかも全社員の前で言われたのよ。全社員からドン前の拍手をされて降格処分を受けるってすごいですよね。なかなかない貴重な体験だと思います。体験したいなんて思ってねえんだよ。こっちは特別社長賞なんて言うから期待していたのに、金一封でもなく昇進でもなく降格処分だなんて。ルンルンで登場してからのあの顔面蒼白っぷり、めちゃくちゃ面白かったですよ。今年一番の笑いをありがとうございます。笑わせるためにしたんじゃないわよ。あんたね、上司をそんな風にバカにしていいと思ってるの？え、上司？あの場で私よりも下の平社員の降格を言い渡されたじゃないですか。上司は私になるんですよ。あんたが上司とかありえないから。あんたの下ってことは私は新入社員の新人君と同じ立場じゃない。新人教育二人になるのか。これは大変だな。誰があんたなんかに教育されるか。大体私はあんたのことを許してないからね。社長に私のパクリをチクったのはあんたでしょ。一体何のことですか。憶測で物事を決めつけるのはやめてください。憶測じゃないわ。だってあんたしかいないもの。私はあんたの企画しか横取りしてないのよ。上層部にチクったのはあんたしかありえないわ。何か証拠があるんですか。
部下のくせに上司にイチャモンつけるなんてありませんよ。部下のくせにですって、早速上司ぶってんじゃないわよ、このすっとこどっこいが。でも明日から私が上司になるのは確実ですし、早いうちに慣れておいた方がいいんじゃないですか。私があんたの部下になるなんて一生なれるか。もうこうなったら絶対の絶対に許さない。この恨み絶対に晴らしてやるから、夜道に気をつけることね。企画パクリをチクったのはあんたしかありえないんだから。私の部下の社長息子ですよ。え、じゃあ新人君に伝えておきますね。元女子の西塚さんが社長息子の君を夜道で襲いに来るかもしれないって。社長息子、あかりちゃんの下につけたあの新人君が。はい、社長と同じ名字なのに気づきませんでした。いつも新人君って呼んでたから名字なんて覚えてないわ。まあ表だって公表しているわけでもないですしね。それでも普通にみんなは気づいてますけど。そうなの？あーでも確かに静香さんが気づかなくても仕方ないかも。仕事中は部下の手柄を奪うことしか考えていませんし。なんですって？部下の手柄を奪うとしても、せめて部下の誰かは確認しておくべきでしたね。この度の降格処分、本当にどんまいです。ははちょっと待ってよ。でもそれじゃおかしいじゃない。おかしい？どこはですか？私はあんたのデスクから企画書を奪ったんだよ。なんで新人くんの企画書があかりちゃんのデスクに入ってるの？さてはあんたは部下である新人くんの企画を奪っていたのね。真犯人はあんたなのね。はあ？これは今すぐ社長に報告よ。特別社長賞はあかりちゃんがもらうべきだって抗議してやる。残念ですね。私のデスクにあったのは新人くん公認で置いてあったんです。え、公認でパクってるってこと？そもそもパクってなんかいません。私は新人くんの企画書を再構成して作ってあげていただけです。これも新人教育の一環ですよ。え、新人教育？内容は素敵なのに、まだ企画書の書き方が理解できていないんですよ。なので私は見本として再構成したものを作ってあげていたんです。それを元にもう一度本人に作らせて、ようやく今度の企画会議で提出する予定だったんですよ。そうだったの？私は本来なら西塚さんの仕事だったものを代わりにやっていただけです。どうぞ社長にチクるなら作ってください。どれだけ部下に仕事を押し付けていたか、自己申告してくれて私としてもとてもありがたいですし。そんなの絶対にいないじゃないの。私と練っていた企画を西塚さんが横取り。納得いかない新人くんが社長である父親に打ち明けたそうですよ。社長もまさか大絶賛した企画が実は息子の案だったなんて、とても驚いたことでしょうね。だから社長の目あんなに笑っていなかったんだ。登壇した人にしかわからないだろうけど、めちゃくちゃブチ切れた目をしていたわ。社内で企画の略奪があっただけでも処分者です。まして大事な息子の企画なんて、親としてもブチ切れですよ。降格処分程度で良かったですね。そうよね。まだ社内には居場所があるってことだもんね。つまり挽回のチャンスはまだまだあるってことよね。そっか、まだ降格した後の仕事を知らないんですね。え、私はあかりちゃんの部下になるんじゃないの？私の部下になりますが、仕事内容は社長専属の特別運転手だそうですよ。え、一度信頼を裏切った以上、社内の仕事に触らせないと社長は決めてしまったそうです。これからは運転手としてハンドルのみ握っていくんですよ。あのブチギレ社長の運転手、気まずい、気まずすぎるわ。社内が気まずすぎるわ。頑張ってください西塚さん。ある意味社長とお近づきになれる大チャンスですよ。無理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 。そもそも私ペーパードライバーだし。上司も部下もない仕事を頑張ってくださいね。今までお疲れ様でした。社長専属の運転手に移動した西塚さんは、社長の重圧な空気と視線に耐えきれず、3日も持たずに自主退職してしまいました。新人くんが言うには、老眼で目を細めているだけとのことでしたが、西塚さんに教えてあげる前にいなくなってしまいました。その後、新人くんは次期社長候補と呼ぶにふさわしいほどに仕事をこなし、めきめきと私を抜いて出世街道を進んでいます。なあ彩香、お前今月の食費どうなってるわけ？え、今家計簿を見てたんだけどさ、なんで今月こんなにお金がかかってんだよ。子供もいないし、たった大人2人なんだぞ。それなのに食費が7万ってありえないだろう。ああ、そのことね。お
それ今年は節約を頑張れって言ったよな。それなのに新年早々食費7万ってふざけてんのかよ。ふざけてなんかないわよ。今月の食費はおせちの代金も支払ってるの。だからその分だけ食費が高いのよ。は？おせちの代金だと？大輝が今年はおせちを豪華にしろって言ったでしょ。だから例年1万のところを今年は奮発して3万円にしたのよね。はあ？あれ3万もしたのかよ。たかがおせちなのに。たかがって、それを豪華にしろって言ったのはあなたじゃない。ふざけんな。お前が手抜きで買ってきたから余計に高くついたんだろ。彩香がしっかり手作りしてたらそんなにお金はかからなかったはずだ。手作りってそんな時間ないわよ。時間は作るもんだろ。俺の母さんは毎年手作りで美味しくて豪華なおせちを作っていたぞ。もちろん節約もしっかり考えてな。なんでお前はいつも母さんと同じことができないんだよ。あのね、こっちもいつも言ってるけど、専業主婦のお母さんと私を比較しないでよ。私たちは共働きで、大晦日も普通に仕事だったんだからね。それでおせちも作れって無理に決まってるでしょ。うるせえ。仕事を言い訳にするんじゃねえぞ。専業主婦だろうが共働きだろうが、妻は妻だろ。おせちは妻が作るって決まってるんだよ。はあ？ほんと、お前はいつもいつも口を開けば、自分は共働きだからって言い訳して、せっかくできる嫁代表の母さんがいるのに、なんで見習ってくれないんだよ。言い訳って何よ。私は事実を言っているだけじゃない。あのさ、働きながらでもしっかり家のことをする妻は世の中にたくさんいるんだぞ。努力もしてないくせに、できない無理だよばっかりで言い訳以外の何でもないだろうが。そういうこと言うなら、大輝も家のことを少しはやってよ。世の中には仕事も家事もする旦那さんがたくさんいるんですけど。はあ？男は家で何もしないのが美徳なんだよ。お前はバカなのか？なんですって？俺の母さんはいつも言ってたぞ。家のことをするのは妻の務め、お父さんに尽くすのがお母さんは大好きなのよってな。いいか、これがあるべき家族の形なんだよ。私が思う家族の形は、家族みんなで支え合うんだけどな。は？だから支えてるじゃん。俺、彩香よりも稼いでるし。それは私に家のことを押し付けて、いつも残業ばかりしてるからでしょ。私だって残業したい時あるのに、ご飯の準備があるだろうって鬼電してきて仕事にならないし。ああ、もうごちゃごちゃうるさいな。とにかく彩香は少し俺の母さんを見習ってくれ。俺からも嫁教育してくれって母さんに頭下げてやるからさ。おい彩香、お前また俺の言うことに逆らっただろう。え？なんでお前はいつもいつもこうなんだ。少しは学習してくれよ。大輝待って、一体何のこと？今月は節約を意識して食費は3万以内に抑えてたし、怒られるようなことなんてしていないと思うんだけど。食費じゃなくて旅行だよ、旅行。俺、お前に頼んでおいたよな。毎年恒例の父さんと母さんの旅行を予約しておけって。なんだ、そのことね。それならちゃんと予約してあるわよ。何がちゃんとだよ。いつもの温泉旅館に予約していないそうだな。え？母さんから連絡が来たんだよ。今年はいつもの旅館じゃないんだねって。どうなってるんだよ。どうなってるって、私なりに気を使って予約したんだけどな。お母さんたちは結婚40周年を迎えたって言ってたし、お父さんも定年退職したばかりでしょ。せっかくだからちょっとお高めの旅行をプレゼントしたの。なんでお前はいつも俺の言ったことができないんだ。余計なことしてんじゃねえぞ。え？お前のやってることは気を使うどころか余計なお世話なんだよ。旅行は毎年同じところだから意味があるんだよ。でもさすがにずっと同じところだとお母さんたちも飽きるでしょ。ほんとお前はバカな妻だな。毎年恒例の温泉旅行は俺が初任給でプレゼントした時から始まってるんだ。そんな思い出の旅行を親が飽きるわけないだろうが。だから俺にわざわざいつもと違うのかって LINE で連絡が来たんだよ。あれは絶対に遠回しのクレームだぞ。そうかな。予約した旅館を電話でお伝えした時はお母さんは喜んでた感じだったんだけど、
それはお前に気を使ってだろ。母さんのことは息子の俺が一番わかってるんだよ。だから旅館は俺が予約し直したからな。え？わざわざ予約取り直したの？当たり前だろ。母さんが一番望んでるものをプレゼントするのが息子の務めだからな。なのに妻のお前はそんな俺の足を引っ張ってばかりで、本当に使えないバカ妻だよ。バカ妻ってそんな言い方しなくてもいいじゃない。バカにバカって言って何が悪いんだよ。やれって言ったおせちは作んないし、まともに旅行予約もできないし、バカじゃないならお前は一体何ができるんだよ。おせちは時間ないからだし、旅行は私なりに考えてのことだって言ってるでしょ。それをそんな風に否定しないでよ。うるせえ。だいたいお前最近母さんからの嫁教育をサボってるらしいな。せっかく俺が母さんに週末の嫁教育をお願いしてやったのに、ここ1ヶ月全然来てないって言ってたぞ。だって今月は繁忙期で休日出勤が多いんだもの。お母さんもお仕事優先でいいって言ってくれてるわ。そのお前の言葉で母さんがどれだけ傷ついてると思ってるんだ。お前に心はないのか。え？何かあればすぐ仕事が忙しいって言いやがって。そうやって専業主婦の俺の母さんを見下しているんだろ。なんてひどい妻だ。そんなんじゃ俺の大事な母さんが傷つくじゃないか。いやいや、それは被害妄想すぎるでしょ。俺には母さんの気持ちがわかるんだよ。嫁の彩香さんは仕事が忙しくていいわねって言ってて、あの悲しそうな目を見た俺にはわかる。母さんはお前の不用意な失言に傷つけられてるんだ。じゃああなたの発言はどうなのよ。私に求めてばかりで、私だって大輝の発言に傷ついてるわ。黙れ。妻ごときが口答えをするんじゃない。これからは共働きや仕事が忙しいからって言い訳は一切禁止だぞ。母さんと違って本当お前は何もできない妻だよ。いいか、お前は母さんの言うことに従っておけばいいんだよ。じゃあ離婚決定だね。え？分かったよ。そこまで言うなら何でもあなたのお母さんの言葉に従うわよ。前から離婚しろって言われていたからね。とっとと離婚してあげるわよ。え？離婚しろ？そんなこと俺のお母さんが彩香に言ったのか？ええ、嫁教育でお会いするたびに言われていたわ。こんなバカ息子とは早く離婚してしまいなさい。無理しないで自分の自由な人生を歩んでもいいのよってね。はあ？でもそれを私が断っていたの。こんなバカ夫でも一度は愛した身だし、頑張れば改心してくれるかもしれません。だからもう少し夫婦生活を頑張りますって。でも大輝はお母さんの言うことに従ってほしいんだよね。では心置きなく離婚することにするわ。ちょっと待って、別に俺は離婚までは考えていないし、母さんの言うことを聞けとは言ったけど、こういうのは違うだろう。それと温泉旅行のことだけどね、お母さんからの LINE を大輝がどんなニュアンスに感じ取ったのか知らないけど、お母さんは確実に喜んでいたわよ。息子に予約を頼んでもいつも同じところでは味気なかった、気を利かせてくれてありがとうってね。なんだって？大輝にとっては思い出の旅館でも、さすがに10年以上も同じお部屋は誰だって飽きるものよ。それに初任給でのプレゼント旅行はいい話だけど、大人2人で3万もしない旅館でしょ。年収も上がってそれ以上の旅館も余裕で出せるだろうに、ずっと同じ価格の旅館のお部屋でってちょっとケチくさいよね。そんな風に思うのはお前だけだろ。息子思いの優しい母さんはこういうのは値段じゃない、気持ちだって分かってくれてるんだよ。気持ちを込めるなら予約ぐらい息子自ら気持ち込めてやりなさいよ。お母さん電話で少し悲しそうだったわよ。お嫁さんに予約をやらせるようになったのねって。じゃあ離婚届を取りに行ってきます。戻ったら即サインしてちょうだいね。なあ、俺とまたやり直そうぜ。は？離婚してもう1ヶ月、そろそろ離婚したことを後悔してる頃だよな。まあ俺も少しは反省する点はあったっていうか、これからは多少のことは多めに見るよ。だから彩香と再婚してやるよ。寝言は寝てから言ってくれる？私あんたとやり直すつもりなんてないんだけど。え？寂しくないのか？バツイチ独身女の人生なんて虚しさしかないだろ。
何言ってんのよ。むしろ毎日楽しくてバラ色だわ。え？だってマザコン亭主関白夫と別れられたんだもの。食費もいちいち気にしなくていいし、好きな時に好きなものを食べられるし買えるし、毎日最高に楽しいわ。なんでお前だけ楽しそうなんだよ。そんなのってずるいだろ。は？ずるい？こっちは離婚してどれだけ大変だと思ってるんだ。実家に戻ったけど母さんは俺に冷たいし、離婚するようなバカ息子はこれからは自分のことは自分でしろって、お前のせいで優しい母さんじゃなくなったんだぞ。なんで私のせいなのよ。離婚することになったのはあんたが原因でしかないんだからね。でも俺が実家にいた頃は全部やってくれてたのに、お前のせいで母さんが変わったんだ。全部お前のせいだ。実家の頃は全部やってくれたって、それ高校生の頃でしょ。あんたは大学で家を出てそれっきりじゃない。高校生はまだギリギリわかるけど、大人のくせに実家暮らしだからって親に全部やらせるって。でも母さんは専業主婦だし、大人になっても俺の世話をするのが仕事だろ。なのに俺のお世話をしてくれないなんて。これなら共働きで金も持ってきてくれるお前の方がまだマシだよ。実家よりもお前と暮らしてた方が断然良かった。もしかしてだから私と再婚したいってこと？おう、どうせ彩香もようやく俺の大切さが分かってきた頃だよな。せっかく美味しいご飯を作っても美味しそうに食べてくれる旦那がいないとつまらないだろ。洗濯物だってたった一人分だと洗った気もしないよな。俺との暮らしが恋しいよな。嘘でしょ、それ本気で言ってるの？お前だって俺がいなくなって寂しいに決まっているよな。復縁してやるから仲直りしてまた一緒に暮らそうよ。彼女は私と暮らすのよ。え？誰？あなたの大好きなお母さんだよ。私に怒られて部屋に閉じこもったと思ったら、なんて情けない連絡を別れた奥さんにしているのよ。母さん？え、なんであかりの携帯で LINE できるんだよ。ついさっき家を出てきて、あかりさんの新しいお家にお邪魔しているからよ。これからしばらくお世話になるわ。え、しばらくお世話になるって？彩香と一緒に暮らすってこと？ええ、実はついさっきお父さんに私も離婚届を叩きつけてきたの。ええ、無給で365日休みなく働く専業主婦業に疲れてね。実はお父さんが定年退職したらとっとと出て行こうって決めてたのよ。待って、何その計画、初耳なんだけど。専業主婦を見下すお父さんに、大人になっても親離れできない息子に、もうお母さんも疲れたの。疲れたってなんだよ。母さんは専業主婦が大好きなんでしょ。家族を支えるのが大好きって言ってたじゃん。そりゃ幼い息子に本音なんて言えないでしょ。定年退職後に離婚する日を夢見て、ただひたすら良き母良き妻をやってきただけです。不服そうな顔をするとすぐにお父さんが、専業主婦にならせてあげてるのになんだその態度はって怒り出して面倒になるだけなんだもの。だから彩香さんのことはずっと羨ましかったわ。忙しい仕事を立派にこなしてて、ずっと私の憧れだったの。そうだったんだ。てっきり彩香のことが気に入らないんだと思ってた。あんな素敵なお嫁さん気に入らないわけないでしょ。だからあなたが結婚した時はどうか私たちみたいにならないようにと願っていたけど、まさかこんな形になるとはね。でも私の離婚も応援してくれて、離婚後の生活のサポートも名乗り出てくれて、本当に感謝しかないわ。あの母さん、リビングに真っ白に燃え尽きてる父さんがいるんだけど。あなたと同じく、まさか妻から離婚を言い渡されるとは思ってなかったようでね。私が荷物まとめて出ていく時も呆然としていただけで、一度も引き止めもしていなかったわ。嘘だろ。じゃ、この家はこれから俺と父さんの二人っきり？父さんは退職もしたし、俺が養っていくことになるの？今度から毎年恒例の温泉旅行は二人で行きなさい。じゃあ、私と彩香さんはそれぞれ新しい人生を楽しみます。元気でね。待ってよ、お願いだよ母さん、彩香、俺たちのところに帰ってきてよ。ねえ。それから私とお母さんは、お母さんが自立できるくらいの収入ができるまでの期限付きですが、今も一緒に楽しく暮らしています。別れた大輝やお父さんはというと、
妻と母にダブルで逃げられた最低親子として、ご近所さんに広まっているらしく、肩身の狭い思いをしながら暮らしているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。